今週の TJM 4.0 ポッドキャストを聞いてくれているニッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、TJM ラバーズの皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。すごいですね。本当にすごいですね。ポケモン。すごくないですか？どうですか？皆さん、ダウンロードしました？アプリ。もうね、びっくりしました。本当にびっくりしました。今週の月曜日と、中井、静岡ですね、静岡県の中井っていうところと、あとはですね、御殿場に行きました。で、その後翌日にですね、富士に行ってきたんですけど、お仕事で。いやー、すごかった。ちょうど月曜日と火曜日に泊まったところがあるんですけど、もうそこでも夜とか夕方ぐらいからですよ。もうすごいっすよ。もう、あ、絶対 100% ポケモンやってるっしょっていう。どうですか、皆さんはやってますか？本当にね、なんか、気をつけた方がいいっすよ。本当に、もし、アプリダウンロードして、ゲームすごい楽しいと思うんすよ。もちろん楽しいと思うんすよ。ただ、本当に、気をつけた方がいいと思います。本当にね、スマホ見ながら歩いてる人がたくさんいて、で、もう本当にね、100% ポケモンなんですよ。絶対ポケモンだろうなっていうふうに思うんですけど、で、何が怖いって、やっぱ、あれですよ。当たったりしてね、本当に危ないじゃないですか。で、特に学生さん、子供とかがやってたりすると、本当に危ないなっていうふうに思ってね、だって、ね、体格もやっぱり大人の方がいいですし、こう、ドーンって当たった時にね、危ないですからね、本当に。だからあれですよ。皆さん、もしあれですよ、お子様いらっしゃる方とか、もしくは、ご自分でも、ポケモンそうなんですけど、アプリダウンロードして、わかりますよ。歩きながらやっちゃうような気持ちは、おそらく、なんとなくその夢中になっちゃうっていうのは、本当によくわかるんですけれども、くれぐれも、プレイは、ながら、スマホの、ながら見、スマホのプレイをしながら歩くのは、決して、おすすめできないと、僕は思っています。今さっきですね、静岡の富士から帰ってきて、あれですよ、また、あさってからですね、仕事で、いろいろ行くんですけれども、来週、再来週はですね、関西に行きます。その後ですね、東北に行き、九州に行ったりするんですよ。ね、すごいです。いろんなところにですね、本当にお仕事で行かせていただいて、ありがたいことなんですけれども、いやいやいや、本当にね、天気がね、結構、どうなんですかね、なんかそろそろ梅雨明けてほしいなっていうふうには思うんですけれども、どうなんでございましょうか。なんか天気予報の話とかもですね、今回の TJM 4.0 でしたんですけれども、今週の TJM 4.0 何を話したかというとですね、あれですよ、都知事選ですよ。31日にですね、都知事選の投票始まりますから、期日前投票も行けますので、当日行けない人は、僕はですね、期日前投票行きます。なので、今週はですね、そんな、都知事選の話をメインにして、いろいろと話させていただきましたので、お待たせしました。それでは、今週の TJM 4.0 のスタートです。ニッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、ど忘れしてしまいました。あ、TJM ラバーズ。ただ思ったんですよ、先週思ったんですけど、動画オタクって言ったんですけど、動画オタクって何ですかね。ちょっと思ったのが、正直言うと、これ Facebook でもそうなんですけど、ポッドキャストでもやっているので、なんかこう動画オタクって言われると、こうちょっとクエスチョンマークが出るのかなって、なんか自分で言っていて、なんかちょっとよくわかんねえなっていうふうに思ったんですけど、まあそんな感じです。なんで、TJM ラバーズの皆さん、一番は嬉しいです。今週も聞いてくれて皆さん本当にありがとうございます。 Facebook にも来ていただいて、これもおそらく、ポッドキャストで聞いている方もいらっしゃると思いますので、どうもこんばんは、こんばんはです。では早速いきましょう。まずですね、毎回これ僕は口を酸っぱくして説明しますよ。TJM 4.0 何なのかと、これお前は誰かと、はじめまして、有啓太と申します。僕はですね、いろんな、ネット動画のもう大好き人間なんですよ。もうオタクです。完全にオタクです。で、何かこう面白いことできないかと、今まではですね、 YouTube で、TJM 1.0 2.0 3.0 バージョンです。パソコンと一緒です。どんどんグレードアップしていくっていうことでやっていたんですけれども、ちょっとこれそろそろ Facebook 面白そうじゃないかっていうことで、
場所をですね YouTube から Facebook に変えてバージョンアップして 4.0 ということなんで、動画を撮るとしてはですね、まあ、YouTube もちろん面白いですよ。僕別に YouTube やめたわけではないです。結構聞かれるんですよ、聞かれるんですよ。アリさんもうあれなんですか、YouTube やめてないって、やめてないって、やめてない、やめてないんですけど、ただちょっとそのなんて言うんですか、YouTube に対する比重が変わったっていうだけなので、別に動画今も実際に作ってますよ。動画すごい作ってますよ、本当に。作ってますし、で、これからですね、本当に自分自身としても YouTube には動画を投稿していくつもりです。ただ、ちょっとね、まあ、あれっすよ。昔みたいな感じのところを取り戻したいっていうので Facebook に来ましたと。で、とりあえずじじってみた TJM 何なのかと、とりあえずの T、じじっての J、で、見たの M、略して TJM。 前回ですね、とりあえずじじってみたというのをですね言うのがめんどくさくて、もうめんどくさいから、じゃあどうしようかと迷って、3文字にした。長いっすね。じゃあ TJM の説明長いので、ではでは、そういうってことなので、この番組はあれですよ、僕がですね、毎週日曜日夜8時にですね、今週のこういうニュース面白いんじゃないかとか、なんかもう本当に個人的な話になるんですけど、まあ、こういう話、僕の自分自身にあった出来事とかっていうのも、割と話したりする、すっごくもう個人的に勝手に発信している、ニュース番組的なニュース番組です。もう言いましょう、ニュース番組です。もうこれにしましょう。はい、ニュース番組ということでいきましょうか。ではでは、まずはですね、毎回ですねあれなんですよ、私はですね天気予報をですね最近やっているんですよ。ただ僕正直言うとですね、別に天気すごい詳しいわけでもないので、ざっくり天気予報っていうのを毎週やっています。ただちょっとすいません、ざっくり天気予報行く前にビール飲ませてくださいよ。毎週ですねビール飲ませていただいてるんですけど、今回もですね、サンディエゴから、いただいたビールですね。これなんかちょっといいっすね。ホップハイウェイインディアペールエール、うまいですね。ということで、これもね、やっぱでかいんですよ、でかいんですよ。こっから見るとね、普通ですけどね。ただ結構ね、これ、本当にね、大瓶なんですよ。いただきます。これは、はい、いい音しましたね。うまい、これはうまい、やっぱね、うまいです。ペールエール。インディアペールエールだから、なんかちょっとやっぱコク、深み、苦みが強いですね。合ってるかな、合ってますかね。僕、レビューへったくそなので、レビュー絶対にやらないって誓ったんですけど、すげえうまいです。ものすごいうまいです。ビール、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ではでは、まずですね、来週からの天気予報やっていきましょう。あれなんですよ。僕ですね、明日は、静岡に行ったりして、いろいろですね、来週月火木金とですね、結構日本の各地に、お仕事でですね、ちょっと撮影のお仕事で日本各地に行くんですけれども、なので個人的にはですね、すごい天気東京にいるだけだったら別にそんなに気にならないんですけど、いろんなところに行って撮影するとなると、やっぱりその天気が良くないと良くないんですよね。基本的に天気がいい中で撮影をするっていうお仕事なので、すごい今気になってるんですよ。明日のこの場所の天気はどうなんだろうっていうのが気になってるので、今週はですね、まあ、ざっくりいきますけど僕もすごい気になっているよっていうところは言っておきたかったです。25日明日です、月曜日はですね、まず沖縄、曇りのち晴れです。晴れのち曇りですね、晴れのち曇りです。で、関東甲信、東北北海道からそこの、エリアはですね、晴れのち曇りといった感じです。意外とね、あれなんですよね、なんか東京涼しくないですか。なんか昨日とかもなんか涼しかったな。なんか最近涼しくて、なんて言うんですかね、これ東京の夏ってこんなんだっけっていうふうに思うぐらい、もうすごいじゃないですか東京の夏って。もなんかもうビルがたくさんあるから、もうなんかもう、ビルのこう熱気、あとは人々がたくさんいるじゃないですか。だからなんかそういった部分で、そのまた違う、なんていうんですか、もうなんか都会ならではの熱気っていうのがね
あるんですけどね、もうすごいそれがね、しんどいです。しんどいです。でですね、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州はですね、ちょっと天気悪いです。曇りのち雨なんで、皆さんぜひ、折りたたみ傘もしくは、普通の傘を持って歩きましょう。僕はですね、ちなみに一昨日ぐらいかな、お気に入りの傘、黒い傘なんですけど、セブンイレブンで売ってる黒い傘あるんですけど、なんかちょっとこう普通の、ビニール傘よりはちょっと高いんですけど、僕ですね普段結構すごい傘なくすんで、ちょっと奮発して、じゃあちょっといい傘に、いい傘にしてみれば、やっぱこうなくすのがもったいないじゃないですかって思うから、買ってみたんですけど、で結構続いてたんですよ。長持ちしててなくさないようになったんですけど、本当にねちょっとした瞬間に傘忘れちゃって、ちょっとね大反省してるところなんです。でなんかもう今じゃあもうどうしようと、その毎回ビニール傘買うのもめんどくさいし、そのセブンイレブンのちょっと高めのね黒い傘買うのも嫌だから、とりあえずですね実家にあった、傘ですね、ちょっとなんていうんですか、チェック柄の傘をですね、使おうかなと。でもうよくわかんないっす、もうよくわかんないっす、ビニール傘にするのかセブンイレブンの傘にするのか何にするのか。でも一番いいのはやっぱりあれですよね、本当に折りたたみ傘がやっぱすごいいいですってことに気づきました。ただ折りたたみ傘正直そんな大きくないんですよね、だからちょっともうちょっと大きめの折りたたみ傘とか出てくれたら嬉しいんですけど、まあでも探してみたらあるかということで、26日の火曜日ですね、火曜日全国的にまあ天気悪いですけれども、沖縄は晴れです。福岡は晴れのち曇り、九州はですねわりかしそんな雨は降らなさそうなんですけれども、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信、東北、天気悪いですね、曇りのち雨です。まだなんですかね、いつなんですかね、梅雨明けとかって。ちょっとねえ、なんかここに来てちょっと遅いですよね。なんか毎回この時期ぐらいになるともう梅雨明けましたみたいな感じで、これから暑くなります熱中症気をつけてくださいみたいな感じでやってますけど、意外と今年はなんかまだ雨降るのみたいな、前半降らなかった、中盤が降らなかったからなんかそのツケが回ってきてるのかなっていうふうに思うんですけど、北海道はですね札幌は曇りのち、ごめんなさい、晴れのち曇り、釧路はですね曇りのち雨ということなので、皆さん折りたたみ傘の出番ですよ。27日、水曜日いきます。関東から上の方はですね、曇りのち雨、天気悪いっす、雨のち曇りだったり曇りのち雨だったり天気悪いっす、そこから下の方はですね、基本的に天気良くなってきます。なのでそこから回復していくんでしょうか。28日はですね、おおちょっとずつ天気良くなってきますね。遠くから上の方はですね曇りのち雨です。そこから下の方はですね、全国的に天気良くなります。ただ曇り、だいたい曇りのち晴れっていうところが多いのですが、気温もですね30度超えです。なので皆さん熱中症対策には、熱中症には気をつけましょう。熱中症対策しっかりしましょう。僕もですね気をつけるようにしています。一回やっぱね身をもって体験するとちゃんとしなきゃなっていうふうに思います。あとなんだかんだこう30になってくるとこのシミとかね結構気になってくるところはちょっとありますね。若いっていいですね。でも僕もまだまだ負けてないですよ。これからもどんどん気持ちは常に若くいきます。29日の金曜日はですね、北海道だけですね天気悪いの。札幌と釧路が、曇りのち雨、それ以降のところはですね、基本的に天気良くなります。天気良くなりますので、回復はしていきます。気になる7月30日はですね、おお回復しますね、回復しますね、回復しますね。全国的に天気良くなってきます。だいたい曇りのち、晴れといったところが多いので、天気は回復なので、まあ、一応ね念には念を入れて折りたたみ傘を、持っていきましょう。31日来週もですね天気回復しています。なので、外にお出かけの方は、何かそういうイベントがある方は素晴らしい一日を過ごせるのではないでしょうか。ということで、今週の天気予報は以上でございます。前半がですね、前半というか木曜日ぐらいまで、週末はいいんですよ。だからまあ普通のね
あの平日はちょっと天気悪いみたいなんで、折りたたみ傘をお忘れなく。台風来てないですよね。確かに台風来てないですね。なんなんね、本当この前とかね、あの今台風ゼロですよって言った瞬間にもう台風来てますよ、バッバーンみたいなちょっとびっくりですけど、あれすごくないですか、ポケモン GO。 どうでした、どうです、皆さんの周りはやってる人います、実際にやってる人います。なんかもうね、あのまずアメリカですごい人気になって、今そのすごい世間が騒いでるじゃないですか、ポケモン GO ポケモン GO ポケモン GO、 うわーみたいな感じでお祭りになっていますけど、なんかやっぱそれをこう個人的にそのお祭りの時をその盛り上がりを見ると、なんか個人的にはちょっと若干僕引いちゃうんですよ、そういう時に。なんかちょっとやっぱ引いちゃうんですよ。で、あのもうなんか至る、今日もですねちょっといろんな、あの今日はですね、代官山にちょっとレンズを買いに行ったんですよ。でその後にですね下北沢に行ったんですけど、でまあその歩いていく中でちょっとこうなんていうんですか、こうスマホをこうやりながら持っている人とか、そのながら歩きしている人とかを見ると思うんですけど、なんかやっぱこうあれっすよね、あやってんじゃね、この人絶対ポケモンやってるっしょみたいな。でやっぱちょいちょい気になっちゃうんですよね、本当に。別にあのプライバシーなんかちょっと失礼かもしれないんですけれども、じゃあ本当にやってるのかなと思って、ちょっとこう本当にあれですよ、顔見はしないですよ、チラッとね、チラッとね、本当にチラッとね、本当にチラッとです、チラ見でこう画面見て、ちょっとこうやってみて、あやっぱやってるよねみたいなのはどうです、皆さんもちょっと確かめてませんか、実際僕確かめてると思いますよ、ちょいちょいチラ見してませんか、やってそうな人たちの画面をこうちょっとこうちょっとこう見るみたいなこと、多分僕もやってるんで、僕やってます、あの正直で、あやっぱやってるよねっていう。でも本当にあのその後別にすごい顔見をするわけでもないので、あのまあちょっと確認というか、それぐらいです、それぐらいです。やっぱだでもね、やっぱ確かめますよね、確かめますよね、確かめますよね。このね説はちょっと僕言いたかったんですよ、ありがとうございます熊沢さん、ありがとうございます。この説はやっぱ言いたかったんですよ、絶対あのみんな見てると、スマホの画面絶対見てます、で確かめてます、絶対確かめてる。この説は本当に統計を取ったら絶対ね、僕はマジョリティですよ、多数派ですよ絶対な気がします。そんなポケモン GO ですね、なんかちょっと正直言うと、まあ僕はですね、TGM で話したいので記事たくさん集めているんですけれども、たくさん集めたんですけど、なんか正直そろそろうざいんじゃねっていう、もうよくね、こんなに騒がなくてもよくないっていう意見もやっぱり出てくるんですよね。今もちろん人気であのすごいいいよねっていう流れなんですけれども、やっぱ一方ではですね、あのまあスマホのながら歩きとかも、多いので、で本当に入っちゃいけないところに入っちゃう人たちもいるし、なんかそういう部分ではちょっとこう嫌だっていう人たちの意見もあるみたいなんですよね。でそんな皆さんブラウザー何使っていますか、インターネットの。ですね、パソコンが多分メインでやっちゃった方がいいと思う、話したいんですけれども、Google Chrome 使っているユーザーの方に朗報です。朗報があるんですけど、もう私いいよ、もう俺もういいよ、ポケモン GO はもういらねえよっていう人たちに、素晴らしい、Google Chrome のですね拡張機能といって、ちょっとこうプラスで加えると、そのブラウザーがちょっとこう改造できるんですよ、自分でカスタマイズできるんですけど、でその拡張機能でですね、なんともう出ています、ポケモン GO、ポケモン GO じゃなくてポケモン GO ということで、ポケモンうざいよねという人たちに対して、そういう人たちに対して拡張機能を使っている、配布してるんですけど、じゃあ何が、違うのかっていうと、そのネット上にあるポケモン GO に関する情報を全部ブロックしてくれます。なのでただなんか一部ではあのブロックできない部分もあると、ちょっと対応はしきれていないんですけれども、あのもしですね、もしですよ、あの Chrome 使っている方で、あのポケモン GO ちょっとうぜえなっていうふうに思い始めてきている人は、ぜひ、ポケモンゴーンをですね、拡張機能に追加してみてはいかがでしょうか。僕はですね、しないですよ、
僕はしてないです。僕はいろいろ調べたいので、ポケモン GO のことも知りたいし、それをこう皆さんに話したいなっていう風な思いもあるので、僕はね、まあ、正直言いますよ、うざいっす、うざいなって思ってきてます。ただやっぱこうニュースジャンキーとしては情報知りたいんで、追加はしないっていう、拡張機能ね、したいけどしない、なぜなら話したいから、気になるから。今週ですね、今週の木曜日でしたっけ、水曜か木曜日にですね、僕のフェイスブック、このフェイスブックページで富士山に行きましたっていう動画をアップロードしたんですけれども、あれ辛かったんですよ。で、本当あの後に、僕はですね、熱中症になってしまい、高山病になってしまい、ダブルパンチを生まれて初めて経験したんですよ。で、本当にね、高山病ってこう説明しづらいんですけど、ね、辛いんですよマジで。なった方いると多分本当に共有できるんですけど、本当辛いんですよ。まず頭痛から来て、その後になんか吐き気が本当にすごくて、本当に吐き気って、あ、これはもう本当すごいんですよ。本当にすごいんですよ。で、そこからさらにプラスで熱中症っていう、もうなんか気だるさとかもなんかもう全部なんて言うんですかね、ファイナルファンタジーとかで言うと、もう全部食らった感じですよ。ポイズンとか、なんかいろいろあるじゃないですか。食らうやつ、地味に減ってくやつ、あれを全部本当にもう全部やられた感じです。簡単に言うと、それぐらいしんどいっていうことです高山病は。ただ富士山に行く時の運転は僕好きなんですよ。なんかこう毎回ここに行くために、あ、またここも撮るんだなとかって、毎年その今回もここ撮るんだなっていう、なんかその毎年恒例というか、なんかそれで結構個人的には好きで、そんなですね、面白い話がちょっとあるんですけれども、ビールを飲ませてください。面白い話があるんですけど、で、富士山に行くときに、吉田口でしたっけ、多分富士山の近く結構あると思うんですけど、富士山の近くに行くと、なんかね、音楽が鳴り始めるの知ってますか。一定の速度で走ると富士山の歌が聞こえるんですよ。これ本当ですよ。別になんか僕やばいやつじゃなくて、本当に聞こえるんですよ。で、これはですね、なんでかっていうと、道路の表面につけられた細かい凸凹凹凸の上を走ると、それがですね、一定の、ある速度で走るとメロディーが聞こえてくるっていうわけなんですよ。で、これなんでやってるかっていうと、そのまあ、例えばじゃあ早すぎても遅すぎてもそのメロディーを聞こえないっていうことなので、その一定の速度っていうのが、じゃあここの道はこの速度で走ったらすごく安全ですよっていうのがあって、じゃあそれをじゃあどうやって、普通にじゃあ例えば道路にあるじゃないですか、道を走っていると、じゃあスピードはここの速度までとか、ダメですよ、危ないですよ、危険運転しないでくださいよ、スピードの出しすぎは良くないですよっていうのを看板出しても、結局言うことを聞かない奴らがたくさんいると。じゃあそんな言うことを聞かないわがままというか危ない奴らをどうしたらいいのかと、そこで音楽でしょ、このメロディーを聞かせるために走る、この速度にさせればいいじゃないかっていうことで、おそらく作られたんじゃないかなと僕は勝手に思っているんですけど、なんと、アメリカにもですね、そんな音楽道路があるみたいですよ。これでもね、聞いた瞬間、僕どこの道路かっていうのをすぐもう言いますけど、言った瞬間に絶対、あ、だよねってなります。これはですね、アメリカのどこにあるのかというとですね、ルート66です。だよねなりませんか。ルート66ね、走ってみたいなと思うんですけど、僕走れなかったんですよ。僕ですね、サンディエゴからマイアミまで友人とですね、車で、行ったことがあるんですけど、その時はですね、ルート66じゃなかったんですよ。ルート1か2かなんかのやつで、ひたすらサンディエゴから、マイアミの、もう本当にね、最南端、ウエスキーアイランドだっけな、なんたらなんかキーアイランドっていうところの、もう本当に最南端、キューバからもすごい近くはないけど、でもまあギリギリのところまで行ったんですよ。で、そこに、あ、キーウエストだ、キーウエスト、鼻水が。で、そのキーウエストにすごいびっくりしたのが、やっぱね、日本食屋あったんですよ。あって、普通に看板も日本語で書いてあって、おそらくっていうか多分 100% なんですけど、店員さんも絶対日本人なんですよ。で、そこでなんか友達と、あ、やっぱちょっと日本食食いたいよねみたいな話をしたんですけど、そこのただその営業時間外で、
ちょっと結構待たないとダメだっていうことだったんですよ。でちょうどそのキーウエストに着いたのが3時とかお昼の3時ぐらいだったん で営業は終わっています。でそこからじゃあ2時間多分夜なんですよね、夜開店しますって時だったんですけど、さすがにちょっと夜まではちょっと待てないよねって言って、結局キーウエストっていうところが一回マイアミに帰ったんですけど、ちょっと後悔してます。ただあるんですよ、やっぱあるんですよ、そういうところにも。僕行ったのが7、8年ぐらい前なんで、もうその時からやっぱすでにねあるんですよ、あるんですよ。最近日本食人気ですからね、ジャパンメイドインジャパン、ジャパン It's so cool みたいな感じですよ。僕があれですよ、前々回の時に皆さんに話したの覚えてますか、 SF が大好きだと。で僕はですね動画オタクなんですけど、動画って一口に言うと、じゃあ YouTube とか Vimeo とかニコニコ動画とか、それだけかと思うじゃないですか。動画っていうイメージって。ただ、僕はですね、やっぱね、Netflix とか、Hulu とか、Amazon とか、ストリーミング動画っていうんですか ?SVOD でしたっけ、ストリーミングビデオオンデマンドとかっていうところも僕大好きなんですよ。だから、海外ドラマの自称なんですけどオタクです。ただ最近海外ドラマって人気だからすごい増えてきてるじゃないですか、めちゃくちゃ増えてきてるので全部やっぱ見れないんですよ、どう考えてもね、時間足りないから。だから最近結構あれをするようにしてるんですよ、ちょっとこうサムネイルとかじゃないですけど、そのジャケットっていうか、なんつうんですか、ドラマのにあるそのサムネイル画像とかを見て判断するようにしてるんですよ。あ、これは面白いんじゃないかとか、これちょっとなんか意外と意外と地味に終わってくんじゃないかとか、でエピソードのところもちょっと見ていくんですよ。でなんか、あ、これ多分絶対打ち切りになるなっていう感じのも、ちょいちょいその判断しながら見ないと、だってたくさんあるじゃないですか、今もうこれだけねサービス増えちゃってるから。だからなるべくそういう風に探すようにはしているんですけれども、あれはこれはねすごい面白かったです。おすすめあるんですよ。ネットフリックス、契約している人はですね、ぜひちょっと見てほしいドラマあるんですけど、ストレンジャーシングスっていうこの SF ドラマがあるんですけど、これねマジ最高です。これめっちゃ面白かった。これはね本当SF 好きとしてもおすすめしたいですし、あとはネット動画のオタクとしてもこれはね来ました、久しぶりに、お、来たと、これうわみたいな、これ本当面白いです、これ本当に面白いです。でまあどういう話なのかっていうのは実際に見てください。ただまあザクっていう、本当にザクって言います、どういうドラマなのかっていうのをすごい分かりやすく言うと、スタンドバイミーしてますか、伝説的な映画ですよ、ドゥルルッドゥルルッの、それと SF を足して2で割った感じです。なんでなんか友情とかっていう部分もそうだし、あとはそこにこう SF が混じっていくっていうところなんで、もう本当分かりやすく言うとスタンドバイミーと X ファイルが混ざった感じです。その陰謀論とかそういうのも出てくるので、全部ね SF じゃないんですよ、もちろん SF なんですけれども、SF 以外の要素もたくさん詰まっていて、でなんかたくさん詰め込みすぎちゃうと、え、これ何のドラマなのってちょっと分かんなくなるじゃないですか。でもやっぱベースがですね、そのエイリアン的なものになってくるんで、わりかしこうそこがブレずに、ただそのいろんなそのサイドストーリーとしてちょっとこうスタンバイミーみたいな感じの要素もあったりするので、結構ね僕はこれをね、個人的にはおすすめです。もしですね、これ聞いてる人で、見てくれてる人で、ネットフリックス契約してる人で、ストレンジャーシングス、ちょっと見てみてください。で、感想、ちょっと本当に、これ本当にね、見てほしいです。なんで、ちょっともし、見てみて、面白い、まあ、面白くなかったら面白くなかったり、なかったらいいんですけど、ちょっと感想聞かせてほしいです。なんでぜひちょっとネットフリックス、契約している人はぜひぜひ感想聞かせてくださいね。おすすめです。そんなですね、僕
いろんなさ、いろんなこう見るんですよ。あの海外ドラマもそうだし、映画も、まあ、映画でもすごいたくさん見るわけじゃないんですけれども、こういろんなエンディングってたくさんあるじゃないですか。で僕一番好きなエンディングって、あの正直ちょっとなんか若干なんていうんですかね、僕なんていうんだろうな、正直言うとですね、僕結構あれなんですよ、なんていうんですかね、すごいちょっとネガティブな人間なんですよ。本当はすごいネガティブな人間なんですよ。で基本的にですね、人のことも信用するまでにすごい時間かかるんですよ。本当に時間かかるんですよ。ただそれだと結構めんどくさいじゃないですか、人付き合いするときって。だからそれめんどくさいから、そういうふうには見せていないんですけれども、すごい僕って結構その警戒心強いんですよ。本当に猫多分もう完全に超えてますね。猫じゃないですよ、もう。なんていうんですかね、なんだろう、鳥だけだとちょっとあれですけれども、あ、でもあれなんですよ、基本的に結構なんていうんだろう、それこそあれですよ、結構そのネガティブなんですよ本当は。でもそれだとちょっとややこしいから、ちょっとポジティブでそういう風に頑張っているつもりなんですけど、だから結構その基本的にそのいろんな物語のエンディングを見ると、僕一番好きなのはアンハッピー、もう本当に悪が悪いやつが勝つとか、最後もう本当にいいやつがもうバタバタ死んじゃったりとか、そういう結構何これみたいな、何なのこの映画みたいな、すげえこう見た後に気分が悪くなるような映画が僕大好きなんですよ本当は。ただでもまあそれをそういう話をすると、結局なんか何なのそれみたいな感じで言われちゃうんですけど、でも実際そうです、僕はそんな人です。これ面白いのが、いろんなエンディングがあるんですよね。そのいろんな映画もドラマもそうなんですけど、小説もそうなんですけど、でこれですね、アメリカのバーモント大学の、アンドリュー・リーガンさんというところのチームがですね、じゃあいろんなその、まあ、小説もあるし動画も、映画もあるんですけど、じゃあどういうふうに最後エンディングがなっていくのかっていうのを、なんとですね、オンライン図書館の、プロジェクトグーテンベルクというところにある、フィクションの作品ですね、それをですね1700本以上を全部ですね、まとめて、それからですね統計を取ってみたらしいんですよ。でその統計を取ってみたんですけど、合計6つのパターンしかないらしいです。そういう映画とか小説とかドラマっていうのは基本的に全部6つで成り立ってるみたいです。1つ目、すごいもう最後までずっともうハッピーになるっていう感じです。であれですよ、映画で言うと何ですか、そのこうちょっとずつこう踏ん張って、で最後にこうイエー、ひたすらアンハッピー。これでも僕ちょっと嫌いなんですよね。慣れていきますね。なんかもうここまでいくとちょっともう見なくてよくないみたいな感じなんですけど、ハッピーからいきなり、アンハッピーにガーン落とすみたいな、これ僕結構好きです。なんかその衝撃もあるんで、次はですね、アンハッピーからハッピー。スーパーヒーローとか多いんじゃないですか。なんか俺はこの力を持ってるんだけど、どうやって変えたら世の中の役に立つんじゃないかみたいな感じの葛藤がありつつの、アンハッピーから、そう、劇団スカッシュの、そう、隙間男とかも僕大好きなんですよ。ああいう、なんか最後にこう、もう本当に、実は全員死ぬみたいな感じのバッドエンド好きなんですよ。バッドエンド僕大好きなんですよ。こう、いいんですよ。ハッピーの映画。その後にですね、アンハッピーが最初にスタートして、で、その後にハッピーになると。で、またアンハッピーになるっていう、なんか振り回されるみたいな感じのもあるらしいです。で最後の6つ目がハッピーからアンハッピーになって、でまたハッピー、シンデレラとかがそうらしいですよ。わあ私すごい幸せで、その後なんかもう、うわーなんでこんな幸せじゃないんだろう、でもまた幸せみたいな感じのが、パターンとしてはあるらしい。なんで、これからですね見るときはマルチエンディングもいいですよね。確かに坂本さんいいこと言いますね。マルチエンディングとか僕好きですね。なんか、あ、こういう風になる、たまにありますよね、DVD とかにも。違う終わり方みたいな、ああいうのを見ると、で基本的に結構、アンハッピーになる、結構なんかあるんですよね。多分いろんな、その、
ハッピーにさせないといけないっていう、多分映画会社のすごいもう自己中な都合とかによって、でも金出してるの映画会社だから言うことを聞かないといけない、うわーめんどくせー、うわーみたいな感じの大人の世界ですけど、大人の世界ですけど、データの話をちょっとしましょう。いいですか。あのですね、あのこれすごい面白いのが、あ、まあ、面白いというか、あのちょっとびっくりしたんですけど、あの僕ですね、あの小学校の時肥満だったんですよ。肥満児だったんですよ。呪満児だったんですよ。呪満児なんですよ。で呪満児だったんですけど、で結構本当にね、あのぷっくらしたんですよ。もう自分でも、で健康診断とか行くとその体重計乗ったりするとちょっと恥ずかしかったんですよ。で本当にもう呪満児だったし、で本当にあだ名がですね、で僕スポーツ狩りだったんですよ、昔小学校の時に。で小学校の時にスポーツ狩りをして、スポーツ狩り超楽なんですよ。あの涼しいし、夏もで髪の毛もこうパッて洗えるし、でスポーツ狩りマジ最高だなっていうふうに思っていた呪満児だったんですけど、で呪満児的にはですね、やっぱ周りからですね、やっぱ呪満児だったから、あの織田無道っていうあだ名をつけられていたらしいんですよ。でそれすごいショックで、すごいショックじゃないですか。だって小学生の時に織田無道っていう言われる身にもなってくださいよ。でそれをですね、僕に直接言わないんですよ。言わなくて、こういじめですよ。だから裏で言うんですよ、そういう陰湿な、すげえもう本当に嫌なあの体験をしたんですけれども、やっぱ呪満児だったんですよ。そこは譲れないんですよ。で呪満児だったんですけど、これ面白いのが、やっぱこういうデータをですね発表しているところがあるんですけれども、テレグラフかな、そうですね、テレグラフっていうところがですね、肥満大国はどこかっていうデータを、集めて発表をしているんですよ。でまあちょっとこれ全部言っていくと長いんですけれども、対象国はですね177カ国を対象にしているんですけど、これ結構面白いですよ。先に言っておくと、じゃあ日本何位なのか、この177カ国の中から何位なのかっていうと、やっぱね低いです。日本はですね、日本の肥満度はですね137位です。やっぱね、寿司ですよ、魚ですよね。日本食はやっぱね相当太らないっていうことが証明されたんじゃないですか。でですね、177位とかを見ていくと、本当にそれこそあれですね、ビーガンとか本当に多分本当に肉を食わないっていうところがありました、ありました。で多分まあ食生活がやっぱりこのデータってすごく反映されているんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ではこの177カ国の中から気になりますよね、どこがじゃあ1位なのかっていうのを発表していきましょうか。じゃあちょっともったいぶりましょう。まずはですね5位から発表していきたいんですけど、まずね第5位はクウェート、クウェート共和国でしたっけが、第5位です。で次はですね第4位はサモア、サモアね僕のですね本当に大親友がちょっとサモア人っぽいんですよ。本当に日本人なんですけど、ガタイも超良くて180センチぐらいで、で中学校の時だったんですよね。で中学校の時に100キロ超えだったんですよ。だからもうすごいサモア人に似てるから、あだ名がレイセフォーだったんですよ。で本当にそっくりなんですよ。で レイセフォーみたいな、ほんでしかもすげえ強くて、本当に喧嘩マジ最強みたいな感じの大親友がいるんですけど、なんで第4位はサモアです。第3位がですね、来ましたよ。アメリカですよ、アメリカ。アメリカね、来ちゃうんだ、これ来ちゃうんだ。まあ、そりゃそうですよ。だってね、ピザとかね、ホットドッグとかもなんかもう、本当にもう、いや、もう、歩こうよみたいな。結構いますよね。こう、ちょっとこう、なんていうんですか、すごい上半身がすごい太っているけれども、下半身がすごい細いんですよ。いや、歩きなよ。車社会だからもう歩くっていうことが多分本当にないんですよ。で本当だからもうなんつうんだろうな、失礼かもしれないんですけど、こうかぼちゃみたいな感じの多いんですよね、ちょっとその太っている方っていうのは。なんかこう全体的にこう寸胴みたいな感じじゃなくて、もう本当になんかね、あれちょっとびっくり。第2位はですね、トンガ。なんかやっぱ南の方に行くとちょっとずつやっぱみんなだらしなくなっていく気がしますけれども第1位はですね、ミクロネシアです。な、基本的にやっぱあれですよ。やっぱ暖かくなるとダメなんですよ、人間って。あれなんですよ。
オーケストラとかもそうなんですけど、これは僕の友達から教えてもらったことがあるんですけど、あのオーケストラは寒いところの方が強いみたいです。なんでかっていうと、寒いところってこうやっぱみんなこう一箇所に集まんないといけないんですよ。なんていうんですかね、いけないっていうわけじゃないんですけど、一箇所にこう集まって何かをするっていうのがやっぱ上手いらしいんですよ。でオーケストラってその要は集団性があるものだから、あのそういうのってやっぱすごい上手いんですけど、逆にそのあったかいところになってくると、もうそのもうよくねみたいな、なんかもう周りで集まったりするのもよく嫌だよみたいな感じで、どん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 、個々の活動をしていくっていうことなんで、みたいです。だから結構個人プレイに走りやすいんじゃないですか。だからもうガンガン食っちゃうんじゃないですかね、っていうことですよ、きっと。そういうことにしてくださいよね。え、都民としてはちょっと今週話しておきたい結構、濃厚な話なんですけれども、東京都知事選がですね、7月の31日に、始まります。始まるっていうか、もうあれですよ、投票ですよ。投票日が31日ですよ、14日にですね告示されました。今回の、東京都知事選の予算なんですけど、なんと約48億円ということで、すごいお金かかってますね。で、まあ、多分皆さんも結構いろいろ多分調べたりとかはしていらっしゃると思うんですけれども、じゃあまあこの中で、今日に至るまで個人的にですね、このちょっと本当に僕の本当に主観です、完全に主観です。で別にどこに投票しようとかそういうのも何も言わないんですけど、全然そういうのもそういうつもりも全くないです。なんで個人的にですね、ちょっといろいろこれ面白いんじゃないかなっていうのをいろんな記事を集めてみたんですけれども、まずはね、これびっくりしましたよね。7月の8日にですね、石田純一さんですね、俳優の石田純一さんが、俺出ると、俺やっちゃうぜっていう風に、東京都知事選に出馬をするんじゃないかっていう騒動ありましたけどね、あれ見た時に、じゃあその出馬する上にあたって公約は何ですかって言ったら、これから勉強しますっていう、よくあるパターンですよ。これからでいいんだ、で出馬がね、その気持ちが先で、じゃあ具体的にみたいな、そういう感じですかみたいな、いますよね。なんか俺マジやるから、マジ大学生とか僕もそうだったんですけど、マジ俺マジでっかいことやるから、マジやばいことやるからって言って、じゃあ具体的に何やるのって言って、だからマジやるからみたいな感じのそれと一緒なはずなんですよ絶対。だから勢いはあるんですけど、具体的に何をやるのって言われたら、だからやるんだよっていうのがきっと、いろんな都知事選とかを見ていると、なんかきっとそういうところは多いんじゃないかなと。でですね、石田純一さんはですね、結局7月の11日に出馬を断念しました。私は出ません。民主党野党のですね、あれが取れなかったんですよね、推薦というかそのバックアップが取れなかったから、やめますと。でその後にですね、僕蓮舫さんやっぱ出るんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、結局、7月10日の参院選で私は出ませんと、ふざけるなと、私は出ねえぞってことで、蓮舫さん出ません。鳥越さんがですね、いきなりでしたよね、本当に。みたいな。みたいな。鳥越さんですかっていう。結構びっくりしたんですけど。で、彼もですね、やっぱり、まあ、すごい、ジャーナリストだったっていうのもあるし、もちろんで、キャスターでもそうですし、コメンテーターとしてもそうですし、知名度はすごい高いんですけれども、ただ、12日に出馬会見をしたときに、公約は何かありますかっていうときにですね、彼が言ったのが、公約はできていませんと、ね、あるんですよ。だからその、全然立場は違いますよ。全然その人間性もその何も全然違うんですけど、でも言いたいことわかりますかってことはあれですよ、やっぱ俺マジやるからって言ったら、だから何をやるのって言ったら、だからマジやるんだよっていう、そういうことなんですよ。で、その後に公約を作ったりしたんですけど、で、結局、ちょっとこれ僕でも、と思ったのが、別にこれ、批判とかでは、個人的な意見なんですけど、その出馬会見の時に、じゃあその都政の具体的な課題、じゃあ何をしたいんですかって言ったら、その鳥越さんが言ったことが、具体的には知りませんと。で、都知事になったら、都民が納得いく答えを出しますっていうふうに言ったんですけど、それ結構怖いですよね。だって、なったらっていうことは、なったら考える、なったらやるっていうことですよね。で、なる前に何をやるかっていうのもよく分かんないんですよね。それでじゃあ、都知事になって、そこからやるっ
て、え、なんかそれって結構危なくねえかなっていうふうに僕結構思っちゃったんですよ。でも、まあもちろん、鳥越さんのキャリアとかもっていうのはすごくやっぱ、ね、本当にしっかりしているので、そういった部分ではすごくこう、なんていうんですか、その安心感っていうところではすごいあるんじゃないかなというふうに思っているんですけどね。でもなんかあれがあったんですよね、週刊文春がやっぱここでこう爆撃を浴びせたと、爆撃を浴びせたということで、こうね、なんかちょっといろいろ、女子大生でしたっけ、女子大生陰行疑惑があるんじゃねえかっていうのを、瞬間文集が突っぱ抜いたんですけど、でこれすごいちょっと個人的に面白いなって思ったのが、でそのまあやるじゃないですか、で瞬間文集のそのちょっとごめんなさい、ビール飲んでいいですか。でその週刊文春の爆撃を食らった後に、まあ、彼が抗議を出しましたと。でその後にですね、その後に橋本徹さんですね、彼がですねちょっと言った一言が、ツイートしたのが面白くて、今回の件に関して、でちょっと読ませていただきます。橋本徹さんのツイート、鳥越さん、あれだけ報道の自由を叫んでいたのに自分のことになったらちょっとケツの穴が小さくないか、一方的な証言だけで僕の、出自を、差別的に取り上げた週刊誌に対して、鳥越さんは連載を打ち切るのは覚悟を持って報道しろのように言っていた、今回の文春なんでちょろい記事、ちゃんと釈明しなさい、正論正論すぎてみんなびっくりね、正論すぎてびっくりですよ。でまさにそうですよね。ね、まさにそうです。まあ自分のことを言われたらそういう風にやっぱ防御に入んのかと、ちゃんと釈明せよと、ちゃんとしっかりやれよと、そんなね、やるんじゃなくてっていう、すごい個人的にはそこのこう、なんていうんですか、橋本徹さんのツイートがちょっと個人的にはちょっとツボだったっていうところがあります。ね、今回のでも、なんか都知事選って、なんかすごい結構自分の中で言うと、なんて言うんですかね、分かりやすく一言でまとめたいっていう気持ちがあるんですよ。いろんな人たちを、その出馬している人たちを見ると、なんかこう一言でこうパッて言えた方がやっぱこう分かりやすいんじゃないかなというふうに思っているんですよ。なんで、まあ、個人的になんですけどね、本当に最近、鳥越さんとか、結構メインで取り扱われているいらっしゃる方とかを一言でこう言えた方が分かりやすいんじゃないかなって勝手に思っているんですけど、でまずはですね、これはちょっと、言いたいのが、まずあれですよ。自民党の、東京都連がですね、増田さんを推薦しましたと、しましたよね。で、要はそれで、じゃあその他の、別の党がしていない候補者を応援したら、除名しますと。自民党、そういうことですよ。自民党の推してるところ以外のところを、勝手に応援したら、お前クビなっていうところになったんですけど。で、そういうのを発表しました。自民党連11日に。で、これに関してですね、またツイッターなんですけど、猪瀬直樹さんですね、元東京都知事がですね、彼がそのことに関して、これは北朝鮮なんじゃねえかみたいな、こういう要はなんかその親族を含むらしいんですよ。これ親族もそういうことしたら首切られちゃうんですよ。北朝鮮じゃねっていうふうに猪瀬さんがツイートしました。で、その後に、ですね、7月13日にですね、テレビで民放の番組に出演した、石原さん、石原伸晃さんですね。彼がですね、自民党のその会長なんですけれども、彼がですね、彼の弟の石原良純さんがですね、鳥越さんを見てきた人なら信頼感を持つ人が多いのではと言っちゃったらしいんですよ。言っちゃったらしいんですよ。親族言ったら除名、石原さんが今回は、じゃあその、除名とかっていう発表を出したんですけどね。なんともちょっと自爆しちゃってますけど。ね、自爆しちゃってますけど、本当に。で、ってことなんで、基本的にですね、一言で分かりやすく言うと、小池さん、小池百合子さんは今、じゃあどういう立場なのかと。もう一言で言うと、四面楚歌です。彼女自民党で、もう、除籍しちゃったんですかね。なので、小池百合子さんはもう今、完全にもう四面楚歌です。もう敵だらけ。周りに敵しかいないっていう。ただ、その中で、除名しても、もういいっすよ。そんな、じゃあ、除名覚悟でも俺は応援しますっていうのが、若狭勝さんっていう方なんですけれども。で、彼は、もう本当そういうの関係なしに、小池さんをじゃあ応援したいっていう人なんですけど、
やれんもんならやってみろよっていうので、本当にもう睨みを聞かせているっていう感じなんですけれども、でも小池さん分かりやすく一言で言うと、きっともう本当四面楚歌、もう周り敵しかいねえっていう言葉が僕は似合うんじゃないか似合うというか、まあそういう感じですよね。で、あと言うと、多分これ今ってすごいその女性が、この前もイタリアのローマ市長でしたっけが女性、初の女性とかっていうのもありますし、イギリスのテリーザ・メイさんがね、首相になりますし、やっぱりこう女性がそういう地位につくっていう部分ですごい多いような気がするんですよ。で、小池さんはきっとそこら辺の匂いをクンクン噛んで、じゃあ私行ってみようということで、なるかなんないか分かんないですけどね。でもなんかそういう、要は時代の流れっていうものを嗅いだんじゃないですか、彼女はきっと。っていう気はなんかちょっと個人的にはするんですけどね。で、小池さんはですね、もう7月の14日で衆院議員を失職しています。で、31日までは、東京都知事選終わるまでは自民党は彼女を処分しませんと。っていうことは、じゃあ31日終わった後にも速攻もうなんかやるっていうことですよ。なんか大人の事情ですけれども。で、次にですね、その増田さんいらっしゃるじゃないですか、増田博さん、自民党から、推薦を受けた方なんですけれども、彼を一言で言うと地味。この後もちょっと言いたいんですけど、地味。ただ、今ってその、じゃあ東京都知事って、結構その背景っていうのはすごいこう気にするじゃないですか、いろんなね、増田さんのこともあったから、やっぱりこうどういうことをしていたんだと、でこれから何をするんだっていうところがやっぱすごい重要になってくるんじゃないかなというふうに思うんですけど、で、その増田さんがですね、なんとですね、これちょっと若干スキャンダルっぽい感じになっちゃうんですけど、総務省時代の時にはですね、港区の赤坂にマンションを購入していますと、1億5000万円もするんですって。で、なのでわりかしこうちょっとそこら辺が地味だけどスキャンダル出ちゃった、どうしよう、自民党公明党バックアップ来てるのに地味だけどどうしようみたいな感じ で地味なんですよ。基本地味っていう気は僕はしますけれども、一言で言うと。で、いろいろですね、やっぱ僕はですね、インターネット大好き人間なんで、まあ結構もちろんあれも見たんですよ、公約の新聞で配られるんですよ。ちょっと待ってくださいね。こういうなんかこう都知事選のね、新聞が来るんですよ、来るんですよ。で、まあざざっとこう見てみて、いろいろこう、じゃあこういう人は、この人はこうなんだ、こういうことをするんだっていうのをこう自分なりに判断をしてみたんですけど、で、ただもちろんそれだけでもいいんですけど、それででももうそれをじゃあこの例えば TJM4.0 で、じゃあこの人はこういうことをしますよっていうふうに言っても、それで正直言うとネットにも載ってるし新聞にも載ってることだと思うんで、別にわざわざこうやらなくてもよくねみたいな、なんかこう先生がなんていうんですか、毎週土曜日とか候補日誌みたいなのあるじゃないですか、学級日誌みたいな、で学級日誌を渡して先生がこっからここまで読むじゃないですか、で読むけれども聞く側としては、いやこれ書いてあるからよくねっていうふうに思うんですよね、勝手に。僕はそう思います。なんでここにあるその新聞に関することを言うつもりは全くないです。ただ、僕はですね、ちょっと自分でちょっといろいろ比べてみたいなっていうものが、いろんなですね、出馬をしている人たちがのウェブサイトは一体何なんだっていうのが結構気になったんですよ。だってもちろんその新聞とかだと確実にその何をやるかとかっていうのを載せないといけないけれども、ただ個人的にちょっと面白いなと思ったのが、じゃあウェブサイトを比較してみたらなんか見えてくるんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってみて、勝手に比較してみようかな、勝手に意見を言ってみようかなっていうふうに勝手に思っています。まずですね、立花隆さん、これはですね、NHK から国民を守る党ということなんで、基本的にこの人 NHK 大嫌いです。なんで NHK の政権放送で NHK ぶっ壊すと、で、なんで言ったんで、NHK この人大嫌い人間なんですよ。僕がじゃあ、都知事になったら NHK 全部、有料っていうのを廃止しますとかっていうことやってるんですよね。
なんでこの人あの一言で言うと NHK 大嫌い人間。ただ、ウェブサイト意外とね、まあまあそこそこ見やすい感じです。まあでもただあの NHK から国民を守る党の中で、出してるので個人の、その本当に選挙用ウェブサイトっていうのはないのかな。それを考えると、もしかしたらわかんないです、わかんないです。ウェブサイト作るのもお金かかるから、作るお金が、まあお金あるんでしょうけど、その時間がなかったっていうところを見ると作ってもよかったんじゃないかなというふうに思います。マック赤塚さん、マック赤塚さんはですね、あの都知事になったら、あの俺金いらねえからもうゼロでやるからっていうふうに言っています。本当にゼロでやるんでしょうかね、思いますけど。で彼はですね、あの毎回まああの都知事選に出馬するっていうもう、まあ、人なんですけど、まあ、ウェブサイト見る感じだとなんかあれですね、正直言うとあの怪しい、なんだろうなこれ怪しいあれですね、なんかちょっとうさんくさいですね。あのなんて言うんだろうな、あのウェブサイトのなんかどっかの、 あの怪しい通販サイトみたいな感じの怪しさがあります。デザイン的にはなんかそんな感じがしていますけれども、なので基本的になんか一言で言うとやっぱり怪しいっていうところかな。なんで、次はですね鳥越さん行きましょう。鳥越さんのですねウェブサイトを見ると、なんか無難ですね、無難でなんかそんなに情報載ってないです、そんな載ってないです。なんかあのでなんですかね、あのすごいね、あの曖昧なんですよ、曖昧なんですよ。じゃあ細かくこういうことやりますっていうのが特に載っていないので、まあ、だからあれですよね、きっと。あの、時間、その、じゃあ、なったら考えますとか、あの、細かいこと多分言えないわ。で、これからやる人なんですよ。なので、ウェブサイトもすごいこれからなんかやっていく感じがします。すごい反映されてますよね、そういうところでは。では、次ですね、増田博也さんいきます。やっぱね、地味です。で、あ、ごめんなさい、鳥越さん一言で言うと曖昧。で、増田さんいきます。増田さんは、やっぱ地味、あの、無難、地味、無難。あの、ウェブサイトを見る感じだと、すごいなんか、すごい見たような感じなんですよ。あ、なんかあるよね、みたいな。こういうウェブサイト本当にあるよね、みたいな。テンプレに使われるようなウェブサイトです。なんで、やっぱ、ああ、そうだよねっていう。で、特に印象に残らないみたいな。桜井誠さん、オフィシャルサイトやっています。すごいですね。なんか、いつのウェブサイトなんだろうっていうぐらい、昔を感じますね。なんか、あの渋いです、渋めなウェブサイトやってます。で渋いんじゃないですかやっぱ。次ですね、谷山裕次郎さん、彼はですね、確かなんですけれども、なんか映像とかをやっていらっしゃる、確かなんかプロフィールを見る感じだと、映像ではないです。あ、今彼はですねジャパンブロードキャスティングドットネットっていう CEO みたいですね、代表取締役ですって。なんかねウェブサイト見る感じだとなんかこれオバマさんパクってんじゃねっていう、あのそれは否めないです。この赤と青にするっていうところで、あのなんかすごいちょっとあの海外好きなんだなっていう感じプンプンしますね。でまさになんかでもすごい若い方なので、だとにかくなんか、でもきっとかっこいいんじゃねえか。ただなんかウェブサイトを見ると、なんか正直ちょっとこれ、もうちょい作り込んでもよかったんじゃねえかなっていうふうにちょっと正直言うと思っちゃいますね。思っちゃいますね。なんか、これブログですかみたいな。次はですね、すごく公約がたくさん載っている後藤博樹様。すごいですよ。ウェブサイトに行くと、後藤博樹様のオフィシャルサイトっていうふうになっています。なんかいろいろモリモリですけど。なんかちょっと長いんですよね、長いんですよ、基本長いから多分誰も読みたくないんです。僕は読まないです。中川長蔵さんオフィシャルサイトです。出していますね、いろいろ。なんかちょっとこう病院っぽい感じですね。なんかちょっとこうなんか見やすくはないです。なんかでも本当見やすくないです、見づらいです。次ですね、高橋翔吾さん、ウェブサイトなんですけど、ウェブサイトかと思いきやアメブロなんですよ。アメブロで契約してるアメブロでやってるので、あ、これまさにあブログねみたいな、ブログから来たかみたいな。小池百合子さん、
小池由香さんのを見るとやっぱすごい綺麗なんですよ。サイトのデザインもそうだし、やっぱ女性っていうところもあって、やっぱりすごいこう綺麗に美しくっていうところがすごい感じるんですよね。すごく感じます。なのですごい綺麗に作られてるウェブサイトだなっていうふうに思う。あのなんかでなんか 見た感じすごいクリーンな感じがしますね。いろいろ気にしてんじゃないですか。次ですね、あの全然ウェブサイト出してない人ももちろんいるんですよ。出してない人いるんですけれども、ちょっと個人的に気になったのが、宮崎正弘さんっていう方がいらっしゃるんですけど、で彼が出しているその新聞の時の写真と現在の写真があまりにも違いすぎて、お前誰だよっていう風な、すごい僕は混乱しました。なんでできるだけ今の写真を使ってほしかったな、この本当に都知事選の新聞には。で次はですね、上杉隆さん、彼はですねもうゼロゴリ押しです。もう全部ゼロ、もうとにかくゼロ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 、全部ゼロっていうことなんですけど、わりかしですね、でウェブサイト見ると LINE ブログも彼やっていますの で彼は上杉さん確かジャーナリストなんですよね。なんであの割かしなんかちゃんとその世論もちゃんと意識して、デザインもなんかすごい綺麗にまとめていていますので、で SNS も Facebook、Twitter、YouTube と、積極的にやっているので、なんか割かしこう綺麗に、でなんか割かしこうイメージとして近いのが、あの世田谷区の区長さんとか、あとは福岡市の、市長さんでしたっけ。やっぱその年齢的にもその40、50とかでやっている、あすげえ仕事この人できそうだなっていう感じの、なんかバリバリでやって俺マジ仕事できますっていう感じの鼻水がすげえ、ごめんなさい、なんかすごいこうビジネスマンっていう感じがします。なんでなんか仕事できそうみたいな、七海ひろこさんですかね、七海ひろこさん、とにかくサイトがすごい綺麗ですね。なんでやっぱりあの小池さんの時もそうなんですけど、やっぱ女性のウェブサイトってなんかやっぱすごいそのデザインが全然違うんですね。さっきの男性と比べると全然違うんで、あの面白いですね。比較してみるとわりかし小池さんとかやっぱそうなんだっていう感じです。まあ正直まとめてみるとどうですかね。なんかもうちょっと具体的になんかこういろいろ言ってくれると安心するっていうのは個人的な意見ではあるんですけどね、本当にありますけれども、どうですか、どうでしょうかね。で、あの今回ですね、日経新聞が、アンケートを取っているんですよ。あのじゃあどういうことをあの都知事にしてほしいっていうところのアンケートを取っているんですけれども、データの話をしましょう。で、新しい都知事に最も力を入れてほしい政策っていうところがやっぱりね、あの一番多いのが、ね、医療福祉が多いですね。これが大体 27% から 8% ぐらいです。でその次に、少子化対策、子育て、これがですね、16から7ぐらいですかね、ぐらいです。で、その後に景気雇用、行政財政改革、教育、地震などの防災 対策、都市再生、インフラ整備、オリンピックの準備、原発エネルギー問題、治安テロ対策みたいです。なので、一番は、医療福祉を今の、都民は望んでいるみたいです。今回の、ちなみにですね、あのまだまだデータの話なんですけど、今回の、投票に関することで、すごい重要にしていること、でこれちょっとやっぱそうだよねっていうふうに思うのが、やっぱ政策や公約が一番なんですよ。これが 36% ぐらいなので、やっぱりじゃあ実際何やんのっていうところがやっぱみんな気になってるんですよね。ただみんな気になってるけれども、なんかみんなあやふやだから、なんかどうしたらいいのっていうのがきっと都民の声な、このアンケートの結果なんじゃないかなというふうに思っています。でその後に、政治と金にクリーンということで、でもあれですよね、さっき言ったそのバックグラウンドが全すごい真面目にやってる、真面目っていうか分かんないですけど、クリーンにやってる人が、重視されてるみたいです。でその後にじゃあ君実際どういうことをしてきたのっていう経験になったり、その後は人柄だったりリーダーシップで支援する政党や団体みたいですですってね、意外と早いですけど、で面白いのがちょっとその後にですね、あのウェブサイトで比較してみたんですけれども、ウェブサイトの後にちょっと比較してみたいことがもう一つあるんですけど、あの、まあ、それこそさっき言いましたけど、そのローマの
ね、市長が女性になりましたとか、結構やっぱ海外の市長もね、あの比較してみるとすごい面白くて、参考までに、まずですね、ロンドンの市長もあの面白いですよ。サディク・カーンさんっていう人なんですけれども、で彼はですね、イスラム教徒なんですよ。イスラム教の人がロンドンの市長になっちゃったと。で彼はそのやっぱりその、まあ、僕イスラム教なんでそのお祈りをしますと。でただだからといってあの僕がイスラム教だけどそのテロとかそういうところには全く関係ないし、そういう多様性っていうものをやっぱり今後、ロンドンに普及させていきたいっていうのが、サディク・カーンさん。すごいですよね、そう考えたら。やっぱ結構衝撃的、まあ衝撃的というかやっぱ結構パンチ効いてますよね、海外の比べてみると。その後はですね、アメリカの、クラークストン市っていうところがあるんですけど、そこのですね、市長も結構面白いですよ。テッド・テリーさんっていう男性なんですけど、もうなんかひげ超生やしてるんですよ。顎ひげイエーイみたいな。で、33歳なんですよ。若いですね。33歳にして市長になっているんですけど、彼がじゃあどういうことをやってるのかというとですね、あの移民をとにかく受け入れようっていうことで、移民をとにかくその、クラークストンの町に集めて、でそこからその経済、仕事を与えて、社会を発展していこうっていうのをよくやってるみたいなんですね。でもちろんそのアメリカはもちろん移民の国なので、その移民のおかげでアメリカは強くなってきてるから、そこをどんどんそのクラークストンで、強くしていこうじゃないかっていうことで、移民にすごい寛大な国なんですよ、ね、今すごいその移民がなんか問題になっていて、じゃあドナルド・トランプがいやもうメキシコに壁を作って入れさせねえぜみたいな感じのことを言っていますけど、でもね、もともとアメリカはだって移民の国ですからね、そこでこうやるのもどうなのかなと思います。バルセロナの市長は、今回女性初で、バルセロナにですね市長になった人がいるんですけれども、彼女はですね、アダ・クラウさんっていう人なんですけど、彼女はですねもともと女優だったんですけど、そこに、女優だったんですけど政治に興味を持ち始めて、市長になりました。彼女はですね、面白いのが、市民から奪い取った政治階級の終焉という名目を打ちまして、議員あとは経費、これをですね大幅に削減しました。自分のお給料なんですけど、バルセロナの市長はですね約1600万円ももらえるらしいんですけど、そんないらねえよっていうことで、すごいですよ、約330万円までに減らしたみたいです。で、その後のですね予算どんどんバンバン削って、であの市長はですね、前任者がアウディに乗っていたみたいなんですけど、まあ、そんなもうそんなよくそんないらないわっていうことで、ミニバンに買いました。で今はですね、あのアパートに、普通のアパートに、夫と幼い息子さんと過ごしているっていうことなんで、ね、なんかこういう僕ね、だからマック赤坂さんもそうですけど、ゼロまではいかなくてもいいんですよ。ゼロまでやったら、だってなんか、じゃあゼロじゃなくてもいい部分から、ね、お金もらえるんでしょっていうふうにちょっと思っちゃいますよね、僕は。だったら、もう、その、何パーセントカットとか、よく、まあよくありますけど、まあそのぐらいの方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。なんか、ゼロって言うと、本当に、ちょっと、なんか、逆になんかちょっとそのゼロって、本当にそれでいいのっていうふうに、個人的には思っちゃうんですけどね。ムヒカさんに近いですよね。そうそう、ムヒカさんに近いですよ。今週、早いですね。もう1時間ですよ。9時7分ですよ。びっくり。びっくり、びっくり、びっくりですよ。本当早いですね。あの今週ですね、で、まあ、いろんなこう都知事選の話をしてみたんですけれども、あの僕がすごい本当に尊敬している人がいるんですけど、池上彰さん、マジ尊敬してるんですよ。本当にあの彼はですね新聞大好き人間なんですよ。で、あのなんて言うんですかね、その多分きっとあのオタクなんでしょうね。オタクだからあそこまでできるんですよ、きっと。で、あの彼がですね、あの本を出していて、これすごい良かったです。池上彰に聞く、どうなってるの日本の新聞っていう。新聞大好き人間が書いたこの本が出てるんですけど、でこれはね、すっごいやっぱね、あの池上さんってもう分かりやすいじゃないですか。分かりやすく説明してくれてるんですよね。だからなんかそのなんで、じゃあそのまあちょっと若干ネタバレになりますけど、なんでじゃあその分かりやすい説明をしよう
っていう風に思ったきっかけもこの本に書いてくれてて、あ、そうなんだっていう風にすごいすごい、あのびっな、かん、なんていうんですか、思いました。面白いなっていう風に思って、ですごいやっぱそのもちろんこの本もめちゃくちゃ分かりやすく、いろんなこう出来事とかっていうのも説明してくれて、じゃあその新聞のじゃあその各社どういう風に出しているんだろうっていうところのとこから背景とかっていうのを探っていくらしいんですね、池上さんは。なんですごいもう本当に読んでたら、いやこの人マジオタクなんだなっていう風なところはすごい感じたので、なんか今それをちょっと本読んでみると、例えばじゃあその今回都知事選の話をちょっとしてみたんですけど、やっぱそこに含まれる背景っていうところを意識しないと良くないんだなっていうのはすごい思いました。なんで誰がこういうことをやりました、僕はこういうことをやりますって、もちろんその公約でも言えるんですけど、ただその背景の部分をちゃんと見ないと、要は上っ面で言うことって多分たくさんできるじゃないですか。だからゼロにするとか、なんかこういうことをします、だから公約って基本的になんか思うのが、本当にこんなできるのかって正直思っちゃうんですよ。ただそっから本当にこう、なんでじゃあ彼がこういうことを言っているのか、彼がなんでこういう公約を挙げているのかっていうところで、そこの背景を見ておくと、あ、こういう理由があるからこういう公約を挙げているんだっていう見方で多分見ていくと、わりかしこう都知事選っていうのが今回池上さんの本を読んでみると、すごいその背景の部分を探ることができるようになるというか、そこに関心を持つのですごい面白いんですよ。なんでもしぜひですね、まだ読んでいらっしゃらない方で、ちょっと気になる方、ニュースオタクの方はですね、ぜひぜひ新聞オタクの池上彰さんの本読んでみてください。このですね、Facebook ライブもそうなんですけれど、ポッドキャストの説明欄にですね、リンクは載せておきますので、来週から読んでみたい一冊ということで載せておきました。読みやすいです、本のペ、文章もめちゃくちゃ読みやすいので、すごいね、一気にバババって読めるので、本当にね、すごい読みやすい本なんで、ぜひぜひちょっと読んでみてください。では今週、ここまでなんですけれども、これですね、これ、アリゲーターステッカー、これはですね、TJM の Facebook ライブもそうなんですけど、ポッドキャストを、シェアしてくださった方に、毎週送っております。今週のステッカー当選者はですね、甲斐聖也さんです。おめでとうございますということなんで、この後ですね、僕は甲斐聖也さんに向けて、ステッカーを送らせていただきたいと思います。ということで、今週のステッカー当選者は甲斐聖也さんでございます。おめでとうございます。でですね、じゃあこの何、そのじゃあどうやったらステッカーもらえるのっていうところを軽く説明しておくと、まずですね、ステッカーが欲しい方は、このポッドキャスト、ポッドキャストもそうなんですけど、Facebook ライブの、この動画に出ているところの、シェアするっていうところあるじゃないですか。そこを押して、押すだけじゃダメですよ。このポッドキャスト、Facebook ライブ、なんか面白いとか、なんか聞き流しできるとか、なんか、ヒゲのおっさんが、なんかいろいろ話してるとか、そういうことも書いてくれて、シェアを押してもらえて、友達、家族、恋人なんかにね、ぜひ紹介してください。で、ポッドキャスト、じゃあどうやってシェアしたらいいのかっていう人いると思うんですけれども、僕ですね、毎週水曜日ぐらいにこの Facebook ページで、今週も更新しましたと、ポッドキャスト更新しましたという写真付きの、投稿をしていますので、それをですね、シェアして、またさっきと同じような感じで、文言を付け加えて、友達、家族、恋人に共有してもらえれば、でその後にですね、ちょっとややこしいんですけど、僕の Facebook ページにですね、アリさんシェアしましたっていうのを言っていただければ、僕を送らせていただきます。あ、疲れた。ではでは、今週も最後まで皆さん、僕の話に付き合ってくれる、あ、嫁が帰ってきましたね。やってるよ今、こっちが、あれ、ここで声が喋れる。あ、これも撮ってんの。そうだよ。おひさーしぶりされたーい。ということで、ちょっともう終わるから。ではでは、ちょっと思わぬゲスト出てきましたけど、今週も最後まで皆さん僕の話に付き合ってくれてありがとうございます。ではまた来週の、日曜日の夜8時にお会いしましょう。以上、アリケーターによる TJM4.0 Facebook ライブでした。じゃあまた。
思わぬゲストにびっくりだぜ。ちょうどですね、あの嫁が帰ってきましたので、おおと、若干なぜか僕がテンパったっていう、こんな回だったんですけれども、皆さん、今週もですね、最後までここまで聞いてくれて本当にありがとうございます。何話しましょうかね、まあ、特に前半いろいろちょっと話しちゃったんで、もうないです特に話すことが。あれ買いましたよ、ペッツバールのレンズ。すごいいいレンズです。マジで超いいレンズです。もうこれしか僕は使いません。嘘です、他のレンズも使えますけど、でもすごいいいレンズなんで、メインでねこのレンズを使っていければいいなというふうに思っています。どこかでですねインターネット上で、多分これ使ったものを、公開するとは思いますので、いつだかわかんないですけど、僕の YouTube もしくは Vimeo もしくはですねどこかの、ウェブサイトからですねメディアからアップロードされるかもしれません。まだどうなるかわかんないですね。何なんですかねこのテンションは。もうこの変なおかしくなったテンションなので、もうちょっとやめます。あれです。ちょっともしですね、もしですよ。Facebook のライブのコメントはですね、わりかしですね、読ませていただいてますので、もしですね、本当にもしですよ、ポッドキャストを今聞いてくださっている方で、何かこう、何でもいいっす。何か、質問等ある方はですね、何でもいいっすよ。これ結構宣伝してますよ、意外と。頼みますよ。なんかくださいよ。お願いしますよ。頼みますよ。ステッカープレゼントしてるじゃないですか。なんかくださいよ。ということなんで、ですね、ぜひ、ちょっと Q&A やりたいですよ。僕結構、待ってますよ。意外と待ってるんですよ。始まってから12週間ずっと待ってますよ。ここで、家で、東京でずっと待ってますから、Q&A ぜひぜひやりたいです。お願いしますよ。マジ頼みますよ。ということで、何かありましたらですね、Facebook の、ライブの方にですね、コメントいただきましたら、まあ大体ですね、そうですね、火曜日の午前中ぐらいまでには、火曜日の午前中にですね、このポッドキャスト大体編集していますので、その編集し終わった後に、一番最初の冒頭の話と、今回こういうふうに、一番最後のエンディングの話をしていますので、まあそれまでにですね、何でもいいですよ。本当に何でもいいです。何でもいいですよ。何でも来てくださいよ。ということなんで、ぜひぜひ、このポッドキャスト聞いてる人だけですよ。そこが聞けちゃうということなんで、お待ちしております。Q&A。頼みますよ。なんかくださいよ。お願いしますよ。もうあれですよ。懇願ですよ。もう土下座レベルですよ。もう今週来なかったら僕次から土下座しながら喋りますからね。ということで、今週も最後まで皆さん僕の話を聞いてくれてありがとうございます。ニュースジャンキー、ニッチーズ、TJMラバーズの皆さん。ではまた来週お会いしましょう。以上、アリゲーターでした。じゃあまた。